西田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプのリペアと販売をしております。 YouTube の動画では主に販売のアイテムの紹介の思想動画や技術的なトークや雑談、そして作業の模様の一部などお見せしております。もしよろしければチャンネル登録、そして動画の高評価していただけると嬉しいです。動画制作の励みになります。さあ今回のご紹介はこちら販売のアイテムです。これね、約6年前ぐらいにですね、私の方でオーダーいただいて制作したカスタムメイドのアンプです。ちょっと諸事情あって、まあ、悲しいことがありましてね、ちょっと私どもの方で引き取って再度販売することになりました。でちょっとその販売にあたってね、一部リフレッシュしております。ですね、特徴としましては、まあ、見ての通り割とダンブルオーバードライブスペシャルを模したような作りにはなっていますが、まあ、やっぱりね、私も本物のダンブルって弾いたことないんで、結局ダンブルクローンの作発画とかはね、中を散々見てはいるんですけれども、まあ、私なりにそのオーダー主とともにですね、音色詰めてって作ったところもあります。で基本的に、まあ、クリーンのチャンネルと、まあ、オーバードライブが間に入るという構成になっていて、で特徴的なのがダンブル系割 と、シリコンダイオードの整流が多いんですけれども、整流管 5U4 の整流管が使えるようにもなっています。で3極管と5極管の切り替えもできるので、ダイオード整流と整流管整流、そして3極管5極管の切り替えで 50W、45W、25W、15W みたいな感じで出力が4段階切り替えができるような感じになっています。はい。であとやっぱり特徴的なところはね、このディープのコントロール、これがね、ミッドブースト的な感じで効きます。ミッドブースト、ミッドスクープみたいな感じで効きますので、割とオーバードライブのね感じが太いところからちょっとコマーシャル的なねキレのいいところまで、この、ディープのコントロールでだいぶ変わるようになっています。はい。そしてね、キャビネット、こちらはですね10インチ2発、セレッションの、グリーンバックの10インチ G10 グリーンバックですねが2発と、こちらエレクトロボイスの EVM15L 15インチ1発が入ったものを使っております。で、まあ、こうやってね横に並べてもいいですし、3段積みにしてもいいですし、まあ、まあ、単純にね1個だけ持ってって使ってもいいですし、まあ、それはちょっと使い方に合わせてで選べるようになってます。このね、10インチと15インチをブレンドしたレンジ感ってなかなか好きで、まあ、オーダー主も納得してね、このような形で作らせていただきました。外装、キャビネットはね、木越カスタムギターさんでちょっと作っていただきまして、外装は私の方でトーレックス貼って、グリル、この、某アンプと同じあのグリルですね、を貼っています。で、まあ、ご依頼のしね、ちょっとイタリア国旗のカラーをモチーフにということで、赤、で、パネルは白、そして、パイロットランプがグリーンという感じで、まあ、その3色を入れてある、そんな感じになっています。まあ、うんちく置いときましてね、この後弾いてみたいと思います。じゃあ、どうぞ。
そんなわけで、こんな仕上がりとなっております。これね、内容を考えたら割と正直申しましてお買い得なんじゃないかなと思います。お値段や在庫状況につきましては動画の概要欄のリンクからご確認ください。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。